あ、こんにちは。お疲れ様です。やっと来てくれたんですね。待ってましたよ。はい、いや、よかったです。今日私カメラマンさん呼び出したんですけど、なんで呼び出されたかわかります？なんで怒るの？違う。なんでいつも頑張ってくれてありがとうの怒り？違うよ。いつも怒ってるじゃん。怒るためにわざわざ呼んだんじゃなくて。私の最近の動画見てないですか？あ、まあまあまあ確かにそれも気になるっちゃ気になるね。男性視聴者からしたらそうなんだろうけど、もっと気になる動画があったじゃん。 GTR2024 年モデル申し込みしましたって動画見ました？いやそのちょっと早とちりが早いんだけど、その申し込みをした後の結果発表昨日あったらしくって、で私昨日なんだけど日産東京販売さんから着信があったんですけど、私ちょうどお仕事中だったんで電話に出れなくって、でその後も携帯をあまり見てなくって、後から気づいたんですよ、着信があったことに。折り返しがまだできてないんですよ。折り返しの電話が当たってても当たってなくても電話が来るらしいんですよ。なんでその結果をね、一人で受け止められるかが不安で、今回はちょっとカメラマンさんに付き添ってもらって電話、折り返しの電話をしたいと思い呼び出しました。なんでちょっとこれから電話しようと思うんですけど、心の準備はいいですか？しないよ、しないしない。なんでカメラマンさんが電話しても誰だよってなるから。大丈夫、私がちゃんと電話するんでいいんですけど、ちょっとその様子をカメラに収めてもらいたいなという、そういった趣旨です。まあ、ということでですね、カメラマンさんはちゃんと私の動画を見てないということが分かったんですけど、GTR の2024年モデルの申し込みをしてきたんですよ。なんか結構販売会社さんによって既存のオーナーさんとかお付き合いある人じゃないと申し込みができないとかもあったようなんですけど、今回私が申し込みをした販売会社さんは誰でも申し込みができるということだったんで、ちゃんと申し込み入れてきたんですね。で、私が今回申し込みをした GTR なんですけど、まあ、グレードがねいっぱいあって、でその中でも私が一番かっこいいなと思ってた東京オートサロンで展示されてたニスモのスペシャルエディションっていうグレードなんですけど、それを今回申し込みしたんですね。その倍率が私が申し込みした時に聞いた話によると約20倍だったということで、で最終的な倍率がどうだったかっていうのが結局わかんないんですけど、ただもう当選結果が出たようなんでね、身を任せる感じでいきたいと思います。よし、じゃあ気合を入れていきますか。よし、それじゃあちょっと駐車場に停めたんで、ここで電話しますか。運命の時、怖い怖い怖い、行くか。よし、ポチ。昨日の抽選結果出ましたので、皆さんにちょっとご連絡させていただいたんですけども、ちょっとすみません、今回残念ながら抽選から漏れてしまいまして、あ、そうなんですね。はい、そのご連絡でございました。わかりました。はい、すみません。はい、何かあればよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。すみません。はい、失礼します。はい。電話の音声聞こえました？聞こえなかった？この反応見てわかりますよね、結果は。残念ながら私アマネコ GTR 2024年モデル落選しました。やっぱり落選したって聞くと結構ショック。 GTR オーナーになりたかったな。いや、分かってはいたんだよ、どうせね当たらないんだろうなって。やっぱりね、既存のオーナーさんだったり前回の限定モデルの抽選に漏れちゃった人が優先だみたいな、そんな情報も聞いてはいたので、そうなったら何の縁もゆかりもない私がまさか当選するとは思わないじゃないですか。こうあるべき結果だったんだろうなと思うんですが、やっぱりちょっと現実を受け止めきれない。まあまあいいんです、いいんです、望み薄って分かっていたからいいんだ。ちょっと元気出なくなっちゃったんだけど、どうしよう。なんか慰めの言葉をお願いします。バ
割り出せばね。そうなんだよ、絶対こういうモデルって定価の倍ぐらいで中古車市場にもあるじゃないですか。もう転売ヤーのね、そういう人たちからしても美味しい車みたいな感じになっちゃってるんで、正規の価格からはね考えられないような破格の値段で中古車市場に出回ると思うと、もう私そんな価格になったら買えないよ。倍の値段ね。なんかもうちょっと励ましの言葉ちょうだい。一言だからってもう、くそー、もういい。今日はこれから焼け食いしに行きます。ラーメン屋さん行くよ。近くのラーメン屋さん美味しいとこ教えてください。しょうがないな、たまにおごってくれてもいいのにな。しょうがねえな。GTR 欲しかったな。まあそんなこと言ってもね、もう結果は出てるんでどうしようもないんですけど、うん。ちょっと逆に落ちたことでいいこともあってさ、前にレクサス IS500 の抽選に応募したじゃないですか。それに当選しちゃって、レクサス IS500 ファーストエディションの500台限定の車をゲットできたわけなんですけど、その抽選についてもなんか結構文句を言われたというか、野暮帳じゃないかとか、こんな出来レースが許されるかみたいなこと言われたんでね。今回のGTR が落選したことで、その IS500 の抽選も出来レースじゃなかったってことが皆さんに伝わるんじゃないかなという気はするんだけど、どうかな。ということで今日のラーメン屋さん到着しました。じゃじゃん。今日はこちらのラーメン屋さん、日の出屋さんで爆食したいと思います。もう今日は焼き食いするからね、行くよ。ここは日の出屋ラーメンですかね。何食べますか？ピッ、めっちゃ揺れちゃった、めっちゃ揺らしちゃった。まあ今日は焼け食いデーなんでね、いいんです。ちょっと贅沢におつまみセットなんか頼んじゃってね。チャーシューにメンマにネギに味玉までついて贅沢セットです。じゃん、来ました、日の出屋ラーメン。めっちゃ美味しそうじゃない。もうね、ラーメンを待ちきれずおつまみセットなり餃子なりを食べてしまったんですが、今日は豪遊デーなので、まあラーメンもしっかり食べて、ちょっとね傷ついた心を癒すというか、お腹を満タンにして午後も頑張ろう。うん、いただきます。スープがすごいいい感じ。うん、あ、おいしい。いただきます。麺がめっちゃしっかりしてておいしい。優しめの味で心の傷が癒されそう。いっぱい無事に完食しました。めっちゃあったんだけどすごいいっぱい食べちゃった。いやまあ今日は焼き食いだからいいよね。お腹は結構パンパンになっちゃったんだけど、まあまあそういう日もあるということで、ごちそうさまでした。ということで今回なんですけど、まあ、GTR2024 年モデル天猫残念ながら落選ということで、今回は GTR を手にすることができなかったんですけれども、まあ、やっぱりね個人的には絶対いつかは GTR オーナーになりたいという気持ちが強いので、またどこかのタイミングで GTR の申し込みだったり、あとはまあ中古車でも全然ありかなとは思うので、まあ、まだねもちろん私今の車も可愛がりつつになるんで、まあ、どのタイミングで GTR を購入するかっていうのは全然決めてないんですけど、またどこかでご縁があった際に GTR オーナーになれたらなという気持ちは変わらずありますので、今後も YouTube 頑張っていきたいなと思います。はい、ということでそれでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいと思いましたらチャンネル登録、高評価ボタン、あとコメントも忘れずにお願いします。じゃあねー、バイバイ。はい、ということでそれじゃあカメラマンさん、今日もお付き合いありがとうございました。ん
なんか葉っぱが車内にめっちゃ入ってきちゃった。ちょっとぽいあ、めっちゃ奥に入っちゃった。きゃー、なんか春って感じがするね。ちょっとあんまり窓開けとくと葉っぱ入ってくるから、もうそろそろ帰ります。では現地集合、現地解散ですので、カメラマンさんこっから歩いて帰ってください。お疲れ様でした。じゃあねー。それじゃあバイバーイ